サッカー長谷部コーチ。監督より監督っぽい。日本代表のサプライズ選出となった長谷部誠コーチの佇まいがこちら。かっこよ。佇まいだけならシャビがめちゃくちゃ有能な監督になるんだよな。絶対試合中長谷部出た方がええやろって言われるやろな。こう見ると森ポワコーチ顔やな。日本代表監督の課題はスポンサーへの配慮であり、采配や戦術の不要さはハリル&西野が証明した。あとはこの能力が CL 優勝できるくらいないと。レオザは玉拾いで帯同させよう。長谷部コーチイケメンすぎる。長谷部監督やっとか、森安コーチに指導よろ。森安より、実績も経験値も上だもんな。本田圭佑コーチと、内田篤人コーチの選出も、今後期待したい。このショットかっこよいな。長谷部誠さんと遠藤航選手の元キャプテンと現キャプテンの会話を聞いてみたい。森安より良い成績残すのむずいやろなー。